ある、うん、不,動屋不動産屋さんに働いてる男から、えー、いただいた話でございますその不動産屋が持ってる、えー、物件そのいろんなですね、えー、物件情報ってのがありますわうんその中に載せない、えー、情報っていうのも載せないっていうのはこう表面にこう紙でね貼ったりとかってあるでしょあれっていうのはもう、えー、おすすめ情報ですわいわば。 だけどもあそこにはないものでうもうちょっと今ちょっとね外の,あの張り紙を見せていただいたんですけどいやどれもいいなと思って見てはいるけどどれもやっぱり家賃がねちょっと高くてもうちょっとお手頃なものないですかねいや他にもありますよどうぞあのおかけになってねうんと条件ってのはどうでしょう いや駅に近いのに越したことはないですし部屋が多いのに越したことはないし築年数も新しいのに越したことはないんですいやいやあの越したことないことはもちろんそれはそうだと思うんですよただそのご予算っていうのもあるでしょうしね、うん、その物件によっては資金礼金の、えー、数も違ってきますしね、えー、ご予算は1ヶ月の家賃大体どのぐらいの相場を見込んでられますか うん、そうだな三3万5千頑張っても4万かなあ,あ,あなるほどね。だとすると、やっぱりどうしても木造モルタルうっていう感じになるかなうん。築年数は、まあもちろんその新しいに越したことないってお気持ちはわかりますけどね。それでもやっぱり5年6年とけにはいかないですわなどうしても。 20年25年30年っていうことになってくるんじゃないだろうかちょっと見てみましょうそれでその調べてみるとですね一、えー、つ、まあ、木造モルタル、えー、昭和55年にたった、えー、建物で、うん、古いのは古いんだけども、まあ、きちっとリノベーションはしてあるし、うん、駅からはだいたい歩いて10分圏内、うん、だとすれば いいいんじゃな,いなのか、まあ、近くに公園なんかもあるしね環境悪くないですよこれはあそうですね家賃お3万6000円これ敷金礼金ってどういうふうになってますかって敷金礼金はねえー、1ヶ月の1ヶ月ですねだから2ヶ月分入れていただければって感じでしょうかねはいえー、リノベーションは全部中はきちっとそう理想と はい、あの悪いいところを直したりりなんだりっていうのは終わってます一回ご覧になりますかっていうんでそのお客さんを連れてその不動産屋さんは営業さんはですねその物件を見に行きました。すると思ったよりもその部屋の中が綺麗だって今風にその直されてるということでそのお客さんは随分気に入られたようで「ああいいですね部屋は2 d 系なんですね」お風呂もあ。おお風風呂呂もも ちゃゃんとこれ今風のユニットじゃないですかあ,あいいなあここにしようかな車は僕はないんでねその自転車が1台どっかで止められればもういいだけなんでああここにしようかなって言っているところにたまたまその玄関開けっぱなしにしてたということで同じ階の奥の方に住む1人の女性が取り掛か,かったんですああ 新しい人、ここ、新しい人、部屋見に来てるんですか?お」とピびっくりした。おこんにちは、どうも。で、うんお、お宅が入られるの、ここに。お一人お一人うん、まあね、ごちゃ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 子供さんなんか連れて入られたんじゃさ、こっちうるさくてしょうがないから。うん、いや、よかった一人ならね、よかった。一人ならよかったけどさ、あなた気をつけないと。 こ,こう言うんです。適当に。で、え、な、な、何を？お、ここはほら、あな、あなたも言わないとダメなんでしょ？じゃ、ね、言う義務があるんじゃなかったの？ここは。え、ここは過去に二人も人が死んでるんだからってことを言わなくちゃダメでしょ。あなたもって。ああ、何ですよ、よオタク。何ですか。何ですかって私この奥に住んでるものですよ。 あなたとはね、あなたはどこの不動産屋さん、1万円のところの不動産、ああ、あそことは違う不動産屋さんでね、私はここへご紹介してもらって入ったんだけどもさ、うん、私、長いからね、もうなんだかんだと思って15年ぐらいいるんだから、ここへ。で、ね、ここの部屋のことはもうよく知ってますよ、もうここへいた人たちだって、みんなは私が世話してきたんだから。嘘ばっかりおられるからね、世話してきたなんてのはもうお嘘ですよ、本当に。本人もそこにいないもんだから、もうなんとでも言ったもの勝ちですよね、これね。 で世話してきたんだから本当に最後ねここへ亡くなった女の子だってさ私のところへ随分といろんな相談に来てたのよ、うん、そのうち、えー、心身がねなんかこう膠着しちゃってでそのうちに自らっていうことでしょ。うん うん、まあでもいいんじゃないの若い人同士でね亡くなったらも若い人だしあんたもあんたと同じぐらいの年だとかやんたね <laughs> はいはいまあまあまあご安全にいいなんて言いながら奥へ行っちゃったとあの嫌なババアだよほらねあっ全くしょうがねえなってなんとなくこう言ったらそれをそのお客さんが聞いてたあのうんえっとえなんか <laughs> にぎやかな人がいるんですね奥にいやすいませんね本当にねもうちょっとうちの顧客じゃないんでねなんともうあっともく口の入れない他ほかほか見に行きますかどっかへいやいやいやあのー、いいですよここでえいやいいいいですここで決めますえあのー あれですよ、まあ、私隠してたわけじゃないけどもでもその後に人が入られてるんでねあえて言う義務というのはないんですよ。ないんですけどそういう事実があるんですよ過去に。それにあの奥,奥にあれですよ。大丈夫ですかと、うん。いやだって別に一緒に住むわけじゃないんだから、うん、別に相手にしなきゃいいだけだし朝顔を見たって「おやよざす」って言ってりゃいいんでしょそれで。いいですいいです入りますって。 結局、その人、そこ入っちゃいました。それで、やっぱりね、その、まあ世話好きというか、なんてか、退屈なんですね。退屈なもんだから、そこへこう、トントンって来ちゃう。えー、なんか、栄養のあるもの食べてるの大丈夫なのねあのたまに何かお裾分けしてあげるから、ねな何か好きなものがあったら言ってちょうだい。って言いながら、部屋の中をこれ、じろ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 、ここを見るんだね。ほれで、あ、大丈夫大丈夫です。うちは、あの、 実家は農家なんでね、うちの親が、しょっちゅうあ野菜だのなんだの肉だの送ってきてくれるんで大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。すい,すいません。はいはいはい、はい。ドア閉めちゃった。うんうん、ああいう人は気をつけなくちゃいけねえよな。うん。ああいう人は気をつけないと。敵に回すと面倒だな、多分な。だから完全にシャットダウンしてしまうんじゃなくて、適当に。 適当に付き合いしとかなくちゃだめだよなうんでこう独り言をまるで言うかのように独り言したするとスッと自分のすぐ後ろにものすごく強い人の気配がスーッと立ったと思ったら気をつけてねっていう声が聞こえたうん今何か聞こえたなんなんか聞こえたこえ,たえ 気をつけてねって言ったらえー、気,気のせい気のせいうんまあ俺はそういったものを信じてないわけじゃねえんだけどもうん、そんなに怖いことはねえだろうっていうどっかになんかそんな変なまな抜けたところがあって、はあまあ気をつけるかそうだな そう思いながら、一、えー、月二月時間が経っていきました。そのうちに、やっぱりその奥の奥さんがですね、たまに何かその、えー、かぼちゃ煮たのを作ってきたよとか、えー、魚をちょっと煮てみたよとかっていうのをこうやって持ってきてくれるようになりました。さすがにね、さすがにですよ、持ってきてくれたもの突っ返せないですよね。これ日本人の悪いとこでもあるんだ、これは。 うん、アメリカ人だとかイギリス人っていうのはこういうところはっきりしてるからねいらないものはらい,い,いらないっていやいらないノーでもう終わりなんですねだけどもさすがにね日本人っていうのはそこに人情情情けっていうのがかかってくるしかもそこにギリっていうのもかかってきますからねだからそれをこうドンと断ってしまったことによってこの人はどういう気持ちになるだろうもし俺が この人の立場で俺がこんなふうに一刀両断でどんと断られちゃったらどんな腹になるだろうって考えるのが日本人なんですそうなんです俺はそこはいいとこだと思ってる日本人のでもそれが時には災いするんですねそういうふうに考えるとものを受け取らないわけにはいかなくなっちゃっただからえああそ,そうっすかいやす,すいませんじゃあありがたく、はい、いただきますありがとうございます こうもらったでせっかくもらったもんだからそのままゴミ箱にポイするなんていうこともできないもんだから親からはね昔からうるさく食べ物をその手にするんじゃないよなんてこう教えられて育ってるわけだからその煮つけてあるかぼちゃを一口口に入れてみたこれが至福のうまさなんですねああやばいうまいな いや、そうなんだ。うちの実家からかぼちゃを送ってきたり、ジャガイモ送ってきたりはするんだ。するんだけども、煮るのはこっちなんだ。俺、料理ダメなんだよな。かぼちゃだって何回焦がしたかわかんねえし、うまくできたと思ったらしょっぱくて食えないし、なんてね。本当に丸々一個吸しちゃったことあったもんな。うーん、そっか。いや、うまいなって言いながらそれを耐えられちゃいました。すると、人間ってのは、やっぱり、そう、動物なんですね。手なずけられるという。 ね、食べ物によって手助けられてしまいかけたわけですよ、その彼が。それからっていうものを、どうでしたこの間のカボちゃいいや、美味しかったですよ。美味しかった。お、ありがとうございました。こんなふうに言ったもんだから、もうその部長になのっていい気になっちゃって。そのうちに今度いろんなものをこう作ってくれるようになったんだ。ね。で、いい,い,いんですかいすいません、ありがとうございます。もういい中になっちゃった。すると今度は、 そのおばちゃんが家へ招いてくれる。あ、いつもね、いつもこんな鉢に入れて持ってくるでしょう。ね。それじゃあさ、なんだか本当に施しみたいじゃないの。あ、うちへおいで、うちへ。ね。うちへおいでなさい、お,おいでなさい。うちもう,うちの人が亡くなってさ、うん、もう退屈してんだから、な、同じ屋根の下に住んでるんじゃないの遊びに来なさいよってんで、結局その人の家へ遊びに行くようになっちゃいました。話してみると悪い人じゃない。 話題性にも飛んでるしななかなか面白い自分の趣味にも沿ったところがあるああこれはなんかいいところへ引っ越してきたなっていう点にも登った気持ちになっちゃったんですその頃からその奥のおばちゃんの、えー、作戦が。 開始されるわけです、ね、まあ作戦なんて言っちゃうと嫌らしいんだけど決してそのおかしなものではなくてですね要はその人をまるでその自分の息子を遠くに住んでる本当に何年に一度しか顔を合わすことがない もしかするとこの先自分は死ぬまでうちの息子には会えないんじゃないだろうかなんていうことを私もそれでもしょうがないと思ってるの。うん。もう最後はね、おそらくここで一人で孤独死でしょうなんていうことを聞いちゃったもんだから。僕たちのこっちがいないでよな、んて。え <laughs> それでそのうちしっかり人間関係ができてしまった。もうどっかへ買い物に行くんでも、うん、ね 一緒になんかこの間なんか足りないって何だったっけポン酢だったっけ足りないって言ってたでしょ買ってきたわよってこう渡してくれるおじゃあ奥さんお金をって「いや何を水臭いこと言ってんのいいよいいよポン酢くらい」<laughs>。ねえさあそうなった頃にですねこの奥さんがとんでもないことに出ました。 その彼が仕事から帰ってくると、階段をトントントンと上がってくると、プーんといい匂いがする。あ、今日奥さんのところ。あ、奥さんのところカレーだな。えー、そうか、カレーか。ほら、外食べに行くかな。自分で作ったカレーなんで食えたもんじゃねえしな。材料もないし、一人で作ったって、逆に金がかかったりするんだよな。 あ,あ、いいなと思いながら、ふっと自分の家のところまで来てみると。家の中に人の気配がする。え、何と思って。試しに。ドアノブを引いてみると、鍵が開いてる。ガチャッと開ける。中を覗く。あら、おかえり。そのおばさん、勝手に入って料理してたんです。え。あ。ただいま、戻りました。え、なな,なんで。あの。 も「もしかして鍵開いてましたか?」うん、うん、そうじゃないよ。えあのじゃあなんでななど,どうやって家,家の中に入られたんですかね」うんこの間ほらあなたのうちに鍵とタバコと置いてったことがあったでしょう。 ね、で次の日私それ届けてあげたじゃないの大事なものほらほらほらってこれ仕事行く前にこれう持ってきてあげたわよっ私届けてあげたことがあるでしょうあの時にね私ね実はあの日の晩にね近くの金物屋さんで合鍵作ったのああああああそうですかああそうかああ 合鍵のねなるほどうん、うん、えっこれどういうあれなんだろういいん待ってよということは部屋の掃除洗濯えそんなこともお願いしちゃったりできるのかってバカでしょうかなとこ。男 本当にね、もう、なんと言うのかな。いや、でもね、おそらくその人ってもともとそういう人じゃないと俺は思うんだよね。どん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 怪獣されてって、その奥さんのペースにこう乗せられ乗せられ乗せられしてるうちに、おそらくそういう風になってったんだ。いわばこれって洗脳ですよね。ので、もう本当に、う帰ってくると部屋の中綺麗になってる。それどころかソファにこんなのっ座ってテレビ見てるあっ、おかえり。 ごにしよううかなんて言うんだよそのうちの,その奥さんは奥さんでもってなんかさ私さちょっとねあなたと夫婦になる気なんか全然そういうことじゃないのよそういうことじゃないんだけどうちの人もいなければさ私別に今男がいるわけでもないしさ男はたってもそのおばさん60過ぎだからねで1人暮らしもさ結果的にほら家賃がかかったりなんだり余計なものがかかるじゃないの。 いつもいつもかって一緒にいるし私んところにいるかこっちにいるかどっちかでしょうだったらす「住まうところって一か所でいいと思わないな」なんてこのこと言い出しちゃったそれを聞いてこの男はっと我に返ったんだねいやいやいやあのそ,そういうわけにそういうわけにい,い,いかないですよ奥さんやっぱりそれはそこはやっぱり、うん、け,けじめだからねけじめって、うん、何のけじめよっていやだってそうでしょう 確かに俺は、その、いろいろお世話になっててね、本当に助,助かってるけども、うん、だけどやっぱりそこは、ってこう言ったら、いきなり切れ出した。あんた今まで私が、いくらあんたに金使ってやったと思ってんだよ。時間だって金だって使ってやったのに。それを、その彼の前でだけやってるうちにはよかったんだけど、今度はその家の、 周りへ行って全く付き合いのない。その彼、その男のその彼にすれば全く付き合いも何もない。話したこともないような人たちにでさえも、そのことを不意調して歩くようになったの。全、ま、くね、人を女だと思って馬鹿にしてんだよ。ね、私だってね、おいさおら、おいさらばえた身とは言えだよ。女なんだよ。ね。そんなのにさ、のこのこ私ん家へやってきてはね、止めてくれたのなんだのって、風呂貸してくれたのってさ、冗談じゃないよ、本当に。 これ事実も今度はこれはねえ。それがある日のこと、そんな話を近所の人から、ふっとしたことで聞かされたんです。この彼が、ああ、また来てるな。電気ついてる。テレビの音がするな。また来てるな。いや、参ったな。どうしようかな。 自分家なのに自分の部屋にも帰れず、階段を上がることもできず、階段の下のところでもって、こうしてフェンスのところへ肘ついて、こう、コ吸ってた。すると斜め向かいの家の旦那さんが、ふっと同じように、外でこう、タバコ吸いに出てきた。そこで鉢合わせになった。ああ、こんばんは。ああ、どうもどうも、こんばんは。 男は気をつけないとねえうん前にねあなたが今住んでる部屋に綺麗な子が住んでた女の子であんたぐらいの年だったかなうんその子が 同じようなことでねあの奥の奥さんに取り込まれてもう周りで周りから周りでも親子みたいだねなんてそんなこと言われてたこともあったんだ。だけどもそうだな 私はね、本当にその噂でしか話は聞かんからね。だけども、うん、噂といっても事実無根のことではないだろう、あれに関してはな。今だってあれだろう勝手に上がってんだろう上うんこれは一旦きちっと線を引いて話をした方がいいと思うよ。彼女と同じことになるよ。え、どういうことですか え彼女と同じことになれるとどういうことですかうん彼女はね前にいた女の子美香ちゃんっつったかないい子だね顔をこう合わすたんびに「おじさんこんにちはおじさんこんばんは」って声をかけてくれる本当に明るくてつつましやかな子だったの。 だけど結局あの多くの彼女に本当にこう洗脳されるかのようにねまるで奴隷だそうしてるうちにもう心身ともに疲れ果てたんだろうね仕事から帰ってある日のことだったな僕が今日みたいにここでタバコ吸いに出てきたんだするといつもにもないいつもにはね ないような大きな声での、なんかこう言い合う声が聞こえたんだ。うん。そしたら、覚えてるよんて捨て台詞して、あの奥さん出てきたと思ったら奥へバーンと入っていっちゃった。その晩だったな。彼女があそこで首すっちゃったのは。うん。あなたはね、本当にうん、そういったことを何も知らずにね、 ここへ入ってこられたんだろうけども。悪いこと言わないよ。もしご実家があってそこへ戻れるんなら戻んなさい。他の部屋、もし探して引っ越しができるんだったら引っ越ししなさい。その方がいいと思うな。こかな。うんまあ、もしどうしても難しいようであれば、誰か相談できる人はいないのかね。ね そうですか。で、そこで彼は思い出しました。一番最初の、あの、ふっと背後から聞こえた、気をつけてね。っていう、ささやき。それでか、そういうことか。よし、ちょっと俺は、 うん。ちょっと俺は、ここで、根性を決めて、ちょっとあの人と話し合おうって言って、2回上がってきました。そして、自分のその思いの丈っていうのをう張り出したわけですね。いや、奥さん本当に今までいろいろとね、やっていただいてありがたいと思う。でも、やっぱり、俺に無言で、何の断りもなしに合鍵を作ったっていう、俺そこでアウトだわ、奥さん。うん、申し訳ないんだけど。 そこまでやっちゃダメだと思う、人間関係って。ね。だからこうやってもう勝手に部屋に入るのもこれっきりしてもらっていいかな。うん。それであなたがへそを曲げて、もうお前とは付き合わないって言うんだったらそれにはもう全然構わない。それでいいよ。ね。だけど俺はあんたが原因でここを引っ越していくの何だろ、なんだろって冗談じゃないんだよ、そんなのは。俺は金を、俺は自分で金を払ってここに住んでんだ。そうだろだったら別に誰か他人にカゴつけて、 ここを追い出されるのも冗談じゃないし。俺は俺の生活があるんだから。あんたには関係ねえんだから。な。うん、だから悪いけど、帰ってくれ。こう言って、もう自然とした態度で、その奥さんに対応したんですよ。するとさすがに、その奥さ、うん、 何もさそ,そんなそ,そんな無気にならないでよ悪気はないんだからうん分かった分かったと,とにかくねうんとにかく帰るからあのお料理は食べてちょうだいよねうんじゃあでって普通にこう帰っていきましたその次の日のことだそうですその奥さんが朝早くまだ本当に夜が明けたか明けないかぐらいの時間帯にコンコン ここ外のドアをノックする。何だよ。まだこんな時間じゃないか。お、はい、誰ごめんね。ごめんね。私だけど。ええー、ちょっと待ってよ。おい、えー、ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいよ。で、玄関出てみる。で、ガチャッったけるとん。どうしましたごめんなさいね。ごめんなさい。 私もう本当に二度とこ、あの、ここには来ないから。これ、あ、はいこ、ごめんなさい、これ私作った合鍵ね。何かに用立ててちょうだい。ね。これ、合鍵、お返しするから。私ね、本当に悪気はないの。うん、悪気はないんだけど。はんまあまあ、とあちょっと一回入りませんか。とりあえず。うん、まあ、そうだまだ寒いし、うん。どうぞ。うん、ごめんね。 っっって言って中にこう入って言入きたで、そのソファのところに塩らしく座ったと思ったら、私ね、どうやらすごく大きな間違いしてたみたいでさ、良かれとして始めることがエスカレートしちゃって、そうだね、その人が迷惑だとも思わず感じず、どん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 それがこう高まってっちゃうんだよね、うん、申し訳ないね。 前にここに住んでた子にもね、私自分よくしてあげたんだけどって、ここまで言った時に、いや、奥さんちょっと待とうよ。それは、よくしてあげたんだけどっていうのは、それは今、あなたの口から言っちゃいけないと思うよ。誰にだってそうだけども、やってほしいこと、やってもらいたくないこと、そこはほっといてほしいこと、助けてほしいこと、それぞれあると思うんだよ。それをお互いが、お互いがお互いの、 本当にこう必要なところを最小限助け合って行っていくのがご近所さんだと俺は思うんだよね。それをここが助けて欲しいだろうからやってあげたは要は違うと思うんだよ。うん。いや、っていうかなんでまたこんな時間にそのことをわざわざ話に来たわけうん。 前にここにいたあの子が私の夢枕へ来てさ、枕元へ座って、おばさん、同じこと繰り返しちゃダメだよ。同じこと繰り返しちゃダメだよ。ねまた同じことになっちゃうよ。同じことになっちゃうよ。 そうなったらここはお化け屋敷になっちゃう。もう誰も人入ってこなくなっちゃったら本当におばさん一人ぼっちになっちゃうよ。おばさんがずっと前から言ってる本当に一人ぼっちで息を引き取るような孤独心しか待ってないよ、この先には。それでもいいのってあの子私の枕元でそんなこと言うのよ。まあ、半分夢なんだろうけどさ。だけど、 なんかふっと夢から覚めて、はああこれ私が間違ってたんだなあなたからねゆうべあんなふうに言われてハッとしたところもあるしそれに追い打ちをかけるようにあの子の言葉でしょううんだからあなたが仕事行く前で申し訳ないとは思ったけどごめんねって言いに来たのうん本当にごめんなさいねうんいやいや,いやうんい,いいよいいようん これからはさ、本当に良きご近所さんとして、ね。うん。まあ、また仲良くしましょうよ。ね。うん。ありがとう。そう言って、その奥さんは帰っていかれました。その日、なんだか、ちょっと、いつもよりも晴れやかな気持ちで仕事に出た彼は、 ああ、もう早めに仕事が今日は上がることができたな。よかったよかった。残業もなかった。よかったな。まあ、じゃあ、サービス残業じゃねえからな。まあ、残業やればやるで金になるんだけどさ。うん、まあ、でも早く帰れない,のに早いと早く帰って、帰って、たまには自分でな、きちっと洗濯から何かしなくちゃな。と思って、家、あの、駅から自分の家へ向かって歩いていきます。この角を曲がると、 この左側の先のところに自分のアパート、住んでるアパートが見えるというところまで来たとき、角をひょいっと曲がったとき、自分の住んでるアパートの前に救急車両が何台か止まってるのが見えました。なんだお前慌ててそっちへ行こう近づいていく。すると、えー、今まさに救急隊員たちの手によってストレッチャーに乗せられたあの奥のおばさんが2階の階段を降りてくるところでした。あ あのすみませんちょっと縁のあるものなんですがえどど、どうされたんですかねってあ、えー、と、ご自身で、えー、119番をしてこられましてね、ちょっとうん、まだ何とも言えませんが、もしかしたらちょっと心臓かなっていう感じなんです、あいやちょっと自分がついていきましょうか、いやいや、あの誰も、うん、うん、大丈夫です、今なんかその自分の、ね、娘さんと連絡したということなので、大丈夫ですよ。 ということで中級搬送されていったんですがその日のうちにその、えー、奥さん亡くなられたそうですうん人間はねやっぱりこれをその俺はその階段という形、えー、ではくくるの括はなかなかちょっと難しいかなとは思いますでもやっぱり人間ってここのところで俺がずっと感じてる通りおぎわって生まれた途端に顔向けに向かって歩き出すんですね それが20代30代の頃はまだいいこれが50代そして今俺がやっとたどり着くことにできた60代に今なりましたここまで来てみるとその勘をけというのがある程度形作られて見えてきますそこに向けて進んでいく時に自分の周りにあったわだかまりは一つでも少ない方がいいそのおかしな 隔たりであるとか、わだかまりを抱いたまんま、あの絵立つのは冗談じゃないそう思うのが俺、人間だと思うんですよねえ、だからきっとその奥さんがもう天命が近づいてるんだということをおそらくその彼女は知ってたんだと思います俺はね、決してこれはその彼女がその死を招いたなんて冗談じゃないそんなことは絶対違うと,と思います その彼女になんかその呪われてるとかたたられてるそんなことじゃないと思います大事その彼女だって本当にそれが100%の原因だったかわからないからねだけどもその彼女はその奥さんの死期を知ってたんですねだからおかしな隔たり曇りを持ったまんまあの世に旅立つのはつらいよ だからちゃんと生産しようねということだったんだと思うんでしょ。うん。やばい。なんかあのあれみたいになってきた。金色の髪の人。<laughs> ね。シャンソンでも歌おうかな俺も。<laughs> はい。まあそんなことでね、本当に。うん。今日はね、ちょっとそんなところで話をまとめてみたかったな。